世田谷地域の上町地区。上町地区は区のほぼ中央に位置します。上町まちづくりセンターの場所は世田谷1丁目郷土資料館世田谷代官屋敷の向かいにあります。最寄りの東急世田谷線上町駅から徒歩でおよそ5分です。まちづくりセンターは区民の皆さんの身近な行政拠点。証明書の交付などの窓口サービスや福祉の相談窓口としての役割があります。地域包括支援センターである安心健やかセンターや地区社会福祉協議会と一緒に相談を受け、区の関係所管や専門機関に引き継ぎ支援に結びつけています。また児童館を含む4社で連携して地区の課題解決に取り組んでいます。建物内の活動フロアは地域の皆さんが利用、コミュニティの輪が広がります。毎年12月と1月の15日と16日に開催される世田谷のボロ市。当日はボロ市通りに数多くのお店が並びます。安土桃山時代の天正6年から続き、平成19年には東京都指定無形民俗文化財に指定されました。5年に一度市町代官見回り行列が行われます。ボロ市通りにある国指定重要文化財の世田谷代官屋敷は、江戸時代中期以来彦根藩世田谷領20ヶ村の代官を世襲した大化けの役宅です。その隣には世田谷区の歴史民俗資料を展示する郷土資料館があります。鶴巻3丁目の中央図書館にはプラネタリウムがあります。最新鋭の設備を備え、世界最高クラス1億4000万個もの星を再現。幼児から一般向けまで多彩なプログラムを用意しています。投影日時や内容など詳しくはホームページでご確認ください。上町地区子ども大会が毎年8月下旬に JRA 馬事公園前欅広場で開催されます。ゲームコーナーや手作りコーナーなど楽しい企画が目白押し、すべて無料で遊べます。おじいちゃんおばあちゃん、パパママ、お友達、みんなで夏休みの思い出作りにぜひ遊びに来てください。上町地区では歴史、文化、伝統を次世代につなぎ、生き生きとした誰もがいつまでも住み続けたい町づくりを進めています。